いいものが揃っているよ。また来てくれ。また来てくれよな。いらっしゃい。何か提案がある。意見があればいつでも来い。いいものが揃っているよ。また来てくれよ。こんにちは。Thank you.
根性ならまっ。慎重だ。行くぞ。なあアルビン、今森の奥で何かやってるみてえだが、なんとなく察しがついてきたぞ。あの女型の巨人を捕獲するためにここまで誘い込んだんだな。もっと正確に言えば、奴の中にいる人間の捕獲だ。エルヴィン団長の狙いは最初からそれだった。壁を壊そうとした巨人は多分エレンと同じ能力を持つ人間だ。なら真っ先にやることはその人間を特定すること。そしてさらに彼らの一員とおぼしき女型の巨人を捕獲すれば、この世界の真相そのものが手に入ると期待できる。おう、無事だったか。あっちはどうだった。そうか、やっぱりあの音は女型が罠にかかった音だったってわけだな。それにしてもどうして団長はエレンが壁を出たらそいつが追ってくると確信できた。トロストクが襲撃された時、彼らは途中で攻撃をやめてしまった。ボールローゼを塞ぐ内扉まで破壊しなければ彼らの目的は達成できないはずなのに、おそらく途中でそれどころではなくなったんだ。理由は壁の破壊より重要視すること。つまりエレンが巨人になって暴れ回ったこと以外には考えにくい。ってことはつまりエレンの巨人化をあの場所で見ていた者の中に諜報員のようなのがいるってことか。だからこそこの作戦を一部の兵にしか教えなかったってことかよ。だとしても釈然としねえ。もう少しくらい多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。ああ、最初からそうしておけば犠牲は少なくて済んだはずだろ。後でこうするべきだったっていうことは簡単だ。でも結果なんて誰にもわからないよ。だけど
選択の時は来るし、しなきゃいけない。団長は100人の仲間の命を切り捨てて壁の中の人類の命を選んだんだ。大して長くも生きてないけど、確信していることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。我々の任務はこの巨大樹の森に巨人が侵入するのを阻止することである。全ての巨人と交戦する必要はない。森へ向かう巨人のみ発見次第駆逐せよ。せっ、頼んだぜ。ここで巨人を食い止めろだと、ふざけたメールしやがって。ジャン、それじゃあどうするの？どうするって、それは命令に従うな。お前もそうするべきだと思うんだろう。待ってください。落ちた。あの縁談、助けが必要だな。どうだ、いたか。落ちた。用の拠点を作ることになったの。あなたたちも手伝って。落ちた。呼んだぜ。どうだ。任せなさい。準備ができたから、みんなうまく使ってね。落ちた。あの縁談、助けが必要だな。どんな手了解だ。落ちた。
拠点をこさえなきゃならねってのに、あいつら邪魔しやがって。ユミル、僕たちも手伝うよ。準備はできた。ああ、拠点を作っといてやったぞ。私に感謝してありがたく使えよな。任せなさい。討伐する。やってやるぜ。これで貴公子は駆逐できたな。なんで急に走り出したんだ。こいつら全部貴公子だったのかよ。なんでもいい、ここを通すな。拠点を立ててくれ。ここが拠点だ。やってやるぜ。任せなさい。頼んだぜ。任せなさい。Thank you.
うすりゃいいってんだ。巨人は森の内部に向かっていく。さっきの声の主もきっとあの巨人だ。邪魔だ。おった。はぐれちまったみてえだな。森の中の様子はどうなってるんだ。さっきの叫び声は一体。かなり討伐はしたが、森の奥に入ってしまった巨人も少なくないはずだ。加勢しねえと。巨人が一斉に森に入ってきたんだ。手を貸してくれ。頼んだぜ。分かった。下げ。やった。なんとかここは片付いたようですね。おかげで命拾いしたよ。
そこで戦ってる人が。おい、悪いが加勢してくれ。邪魔だ。ゲルガーだね。一人じゃ分が悪そうだ。森は立体軌道に有利だが視界が制限される。慎重に進もう。切り抜けられてよかったですね。すまん、助かったぜ。これで巨人が飛び出してきたっておかしくねえぞ。どうだ？ゲルガーさん！任せとけ！てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、匂うぞ。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おい、てめえ、さっき何かしやがったな。女型の巨人を狙っているのか。全方位から巨人出現。総員戦闘開始。女型の巨人を死守せよ。邪魔だ。おい見ろ、巨人が巨人を食ってやがる。お願いします。まさか女型は自分の体を食べさせて捕獲から逃れようとしているのか。女型が食い尽くされるぞ。女型に群がっている巨人を片っ端から始末するしかないね。叫び声で巨人どもを呼んだってわけか。面倒なことしやがれ。
自分の体を食わせて証拠を隠滅しようというわけか。やるぜ。ねえ、どんどん巨人が集まってくるよ。私たちには興味がないみたいだ。なぜ？副隊長、考えるのは後にしましょう。やった！ワイルドな新兵がいたものだ。討伐する！の巨人は近づいてる。こう巨人が多くては俺の鼻も役に立たん。全部倒すのはさすがに無茶じゃないですか。引き際はエルヴィンの判断だ。今は目の前の敵に集中しろ。西側に集結し、陣形を再展開。カラネスクに帰還せよ。
やられたよ。なんて面だ。てめえ、そりゃ敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか自分ごと巨人に食わせた情報を抹消すると。審議所であれだけ啖呵切った後でこのざまだ。このままのこのこ帰ったらエレンも俺たちもどうなることか。帰った後で考えよう。今はこれ以上損害を出さずに帰還できるよう尽くす。今はな。俺の班を呼んでくる。待てリヴァイ、ガスと刃を補充していく。時間が惜しい。十分足りると思うが、なぜだ。命令だ、従え。了解だ、エルビ。お前の判断を信じよう。お前か、何をもたもたしてる。ならさっさと撤退しろ。遅れるな。総員撤退だ。作戦は終了した。帰還する。やおい、そっちの部屋の掃除は済んでるのか。おい、お前の顔についてる目玉は飾りか。俺にはホコリまみれの小汚い部屋が見えるんだが、まず床の拭き掃除がなってね。よく見てみろ。紙、糸くず、カビ。この調子じゃまだしばらくかかるな。一旦休憩にするぞ。
紅茶の支度をしろ。悪くね。お前、紅茶の入れ方を誰かに教わったことがあるのか？そうか。いい親を持ったな。感謝することだ。こっちはひとまず旧大典ということにしておいてやるが、これが終わったら掃除の続きだ。まだ休む暇はねえぞ。そっちも大変だったみてえだな。どうだった、リヴァイ兵長は？俺も最初は驚いたよ。それにああ見えて上の取り決めに対しても従順だし。おい、もう帰るところ？いや、リヴァイの指導とやらはどうだった？やっぱり最初は掃除とか紅茶の入れ方から？だと思ったよ。ま、リヴァイは昔からあんなだからね。ハンジさんは兵長より先に調査兵団にいたんですよね。昔の兵長ってどんな感じだったんですか？今と大して変わらないよ。リヴァイは地下街で有名なゴロツキだったらしいんだけど。あ、その話ペトラさんから聞きました。団長に下る形で調査兵団に連れてこられたとか。うん、そうそう。まあ私も詳細な経緯まではよく知らないんだけどね。おっと、あまり引き止めてもいけないな。それじゃあリヴァイの相手は大変だろうけど頑張ってね。いいものが揃っているよ。また来てくれよ。心が安い。いいものが揃っている。また来てくれよ。いらっしゃい。何を作りたい？Thank you.
来てくれよな。